坂春夏秋冬のボーカルマイナちゃんが、こんにちは、マイナです。ただいまですね、マイナは、大阪から栃木へ車で向かっております。まあその理由はですね、東日本大震災が起こってからあれからもう10年ということで、すごくお世話になっているシンガーソングライターの戸松亮介さんが、その、まあ、復興イベントプラスソロワンマンライブということで、そのゲストに出演させていただきます。で、栃木、気仙沼、仙台ということで、3カ所で私もゲストとして歌わせていただくんですけれども、今はその清水にいます。で、パフェも、いちごパフェも買ってですね、はい、とりあえずちょっと車に戻ろうかなと思うんですけど、いよいよ明日ということで頑張ります。バイバイ。はい、今栃木にやってまいりました。本日歌わせていただくことがこちらのカフェ松ぼっくりというところでございます。門松バンドでマイナです。ちゃんとね、コロナウイルスの対策をちゃんとして、では行ってきます。おいでー、行ってきて。松ぼっくりがありますね、絶対。
願いします。はいはい、時刻3時を回りました。今週もやってきました。笑いで滋賀を元気にするプログラム、レディオマックス。大阪週刊シュートのエオンです。お願いします。よろしくお願いします。久しぶりやな。めっちゃ嬉しいです。ほんま久しぶりやな。やっと来れました。そうやな。あ、そうかそうか。前に仕事でなんか、あの映像でちょっとそのブレイクの動きとかやってもなんか変な笑いしてたんで、これで嬉しいです。だから今4時半ぐらい、1時間半ぐらい生放送が終わりました。あと2時間半ありますけど、11日。ありがたいことに何人か見に来てくれてて、もうちょっと頑張ります。今したいこと。最近ほんまに野球にハマってまして、お野球観戦、一回生でガチで観戦して味わいたい。これマジで今一番ないんか。今まで今まで生でそれで野球見たことないんだ。ありますね。あるんかい。その時マジで興味なかったんですよ。あー、なるほどね。間違いました。しかも隕石で見させてもらったりとかしとったのに興味なかったんですけど、ちょっと今生で、今プロ野球にハマってるんだ。でもしかしとかやったら、これから先さ、もしかしたら、もっとね、もっとブレイクできたら、始球式とかあるかもしれないよ、それは。でもほんまに始球式とかは多分マイナですね。マイナの周りにいるかもしれない。端っこで立っときます。それができるだけでもな、そこに入れたい、はい、野球観戦ね。したい。へぇ、わーって熱くなりたいですね、あの場にいて。うんうんうん、いただきたいと思います。ここまで全国恋人、はい、エオンとファミリーレストラン原田とすみません、最後ならバイバイ。いやありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと行こう。みんな絵を待ってたから。優しいな。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。寒い中ありがとうございました。気をつけて帰ってください。本当にありがとうございました。帰るようにします。はい、ということでレディオマックス放送が終わりました。まあ、今日はね、あのちょっとはちゃみちゃんにさせてもらいましたけど、盛り上がったんじゃないかなと思います。次は7月にまたレギュラーで出させていただきますので、頑張りたいと思います。はいですね。かわいい。うん、ないっすね。いいんじゃない。いいんじゃない。そうだ。結構な、そうですね、そんな感じです。かわいいですね。ありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。はい、じゃあ今日またよろしくお願いします。よろしくお願いします。でも、意外と私のままの。自分たちも撮っていただけたので嬉しかったです。よかったです。なんか急にね、はい、漫画のキャラクターのやつって言われて、はい、ってならへんかなって思って。いや、びっくりしましたよ。びっくりしましたよ。嬉しかったです。やっぱり楽しんでいただけたので嬉しかったです。ありがとうございます。はい、ということで本日は乙女失格の漫画の帯に私たちが載せていただけるということで、はい、の撮影が今終わりました。初袴です。似合ってますでしょうか。似合ってますでしょうか。ありがとうございます。すごい楽しかったです ね。楽しかったですね。泣いて笑って、泣いて笑って、なんで泣いたのかっつって、もうわからないですよ。ね、それはね、呼んでいただいて、はい、呼んでください。ぜひゲットしてください。ぜひ詳細はこちらです。こちらです。今日のコンセプトがいつもと違う感じにっていう風に言ってくださって、シカシュンでのマナじゃなくてまた新しいマナが見れる写真を撮っていこうということになって、こんな感じにスタイリングしていただきました。今から写真撮影、ちょっとドキドキして、ここがもう上がりっぱなしなんですけど、頑張ってきます。大人なレディに
結婚してきます。背中が可愛いドレスになってます。すごい。どうもゆうなです。今日は生誕祭のフォトブックの撮影をしております。衣装はこんな感じです。1着目。今日は1日いろんなところ回っていきたいと思います。状況の中でも来てくれた人たちのためにちょっとでも思いが届いたらいいなと思います。頑張ります。よろしく。どうもゆうなです。さよならから。
最後にちょっと届ける曲も私の作詞作曲の曲なんですけど、こっちはシンプルかな。もうシンプルにまだまだやりたいことがある、まだまだ生きる理由があるとか、まだ明日も頑張ろうって思ってるみんなのその思いとかをもっともっと背中を押したり一緒に頑張っていけたりしたらいいなっていう、そんな思いを歌った曲です。聴いてください。行方未来。毎週場に来ております、ラストカットです。